関西球場で覚えてる？ペンダントかなんかあげたの、お前にお守りを。川崎球場って言ったらラーメンか。だからあのこういう話をしようとしてんじゃないんだよ。皆さん、マムチャンネルが始まりますよ。今回も楽しんでくださいね。まあお前と本当に野球の話になっちゃってねえ、たまたま二浦の奥さんがね、俺のマネージャーだったという。そうですね。ああこれは前俺から取り上げやがったお前が。取り上げたつもりはないんですけども、うん、ただあの会ってあんで会ってってお前あのこう昔の後楽園 で俺のマネージャーだから、はい、俺についてきてた、はい、でもそれを紹介してくれたっていうのはあの関本さんですよ。そうだよ、関本さん、おいマネージャーなねとあるだよっていう。あそうですか、あそうですねって。関は俺のとこよく来てたんだよね、まみさんまみさん。だから関はね、あの山田俊恵というお前の女房になった、はい、ね、俊ドジドジが目についたんじゃないの、俺の取材で。そうですね、ロッカーの入り口にいるから、はい、だからまたうちの家内がちょうど僕の高校野球を見てたっていうのが、はい、知ってたっていうのが一つのポイントになるかもしれませんね、うんうんうん、関西球場で覚えてる？関西球場、はい、あそこ、はい、うん、ペンダントかなんかあげたの、お前にお守りを。忘れ、え同時から俺のマネージャーで、俺のマネージャーで関西球場だよな、あのロッテのホームグラウンドだったら、はい、ね、太陽ホエールズとやってね、もうホームグラウンドやった時に、で二浦が投げる日で、してドジが誰か俺が野球選手でファンの子がいたらね、とっても楽しく俺のとこついてこられるよっつったら誰がいいっつったら二浦がいいって言って、それ知ってんだろお前。まあそれを聞いたことありますけども、たもらったなんかっていうのは、いやそれでね、二浦投手がいいって言うんで、そんなのは二浦に何か記念になるものをプレゼントしたらどうだって、はい、したら関西球場で二浦が先発だったの、はい、ね、それで俺が先発の前に呼んだんだよ。でグラウンド あのバックネットの上の高いとこあるだろ、はい、あそこに来てもらったんだよ、はい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 、あそこのね、うん、はい、なネット裏の高いとこそこに来てもらってな、あの当時二浦君だか二浦って言ったか、これ俺のマネージャーの子がお前のファンだったけど受け取ってくれないかっつって、それがそうですね、ただ僕クロスじゃない かクロス、もう忘れました、ね、クロスだよ、もうなくなってます、十字架、そうだなドジ、あそこにドジがいるか、それを俺が受け取ってお前にあげたんだよ、覚えてないか。覚えてないですね、僕はもう川崎球場って言ったらラーメンか、だからあのラーメンあった、堀井さんやなんかよく食べてた、もうラーメンが美味しくて、ラーメン、うちはグラウンドですぐラーメンを食べて、で練習して、うん、でやるというのが、それとかあの十字架とラーメンじゃ繋がんねえじゃねえかそれとあとはあれ給料袋ですよ。あそうか、要するに昔は現金で渡す封筒ですか、三浦も高い給料だから川上さんだと立つな、中島なら立つないなとか、いろんなことを見ながらすごい金もらってるんだなそういうこと、そういう話をしようとしてんじゃないんだよで俺がお前にあげたんだよ、はい、それでその年恵と一緒に俺はあの俺の番組終わってから見てたんだよ。水原さんが解説やってた時代だから、はい、渡辺健太郎さんが中継で、はい、ね、当時だから太陽ホエールズだよね、タイフレーズはあの楽勝のチームだったんだよな。まあ楽勝でもないですけどね、うん、でも僕らホームランバッターがそういなかったじゃん、はい、でもあそこの超えるのもちょっと狭いからね、はい、うん、あそうか超えるな、はい、それでね、したらその時ね負けたんだよ確か多分そんなに勝てない、そうじゃないか、僕なんか川崎球場っていうと思い出のあるのはそのゲームじゃないんですけども、思い出あるのが点がいっぱい取ったのに5回4回で点を取られたっていうこと自体が怒られて、勝ち投手なのに4回3分の2ではいここ降りなさいっていうのがもうやられました。あーうわー怖いチームだーっていうのは ある意味で嫌味でやるわけだよな、はい、うん、それはしょうがないよ、はい、育てるためにな、はい、
それでその時に十字架を上げたんだよ。したら三浦がそれをケツのポケットから入れて投げたら負けたんだってそれを後から山田俊恵に聞いた覚え。そうだよな、負けたんだよな、ノックアウトかなんか食った。なんか初っ端からフォアボール連続で降ろされた記憶があるんだけど、その日。そうそう、それでその10時間前覚えてない。覚えてないですね。あのなんかこう上からもらったような気はあるんですけども、やはりなんていうんですか、物もらうとやはりチームの監督とかがいっぱい見てるじゃないですか。あのそれの中の応援は見てるわ、ピッチングコーチは何見てるわってなると、すぐ何とかしなきゃというのが、この場を立ち去らなきゃというのが。それからジャイアンツっていうのはものすごいそういう点でね、厳しかったっていうのはあったよな。そうですね。な、うん、いやだから俺も気をつけてねやってた。でも俺ね、あの久保に感謝するのはね、王さんが756ホームラン、はい、で、今日打つか明日打つかって1週間ぐらいあったんだよね、はいはい、でそのためにあのお父さんとお母さんがスタンドで見せたんでしょ、あの世界記録だって言うんだよ、はい、756で、ずっとで今日あたり桃石さん打つから見にいらっしゃいって、でニューロが言ってくれたの。あ、そうですか。で見に行ったの。そしたらその日にカーン、あの鈴木康次郎っていう、はいはい、国鉄スワローズのヤクルト時代ですね。そうそう、はい、あのシンカーばっかりをホールピッチャーですね。あんま速くないけど、はい、シンカーが要するに膝から低めホールピッチャーで、それみんな振るなよ振るなよって言ってどんどんどん振って、それボンダを重ねていくピッチャーだった、ね、だから見てて面白くないんだよねね、なんで打てないのか、打てないんだよな。そしたら王さんがさ、ものの見事に打つかったね、カーってライトへホーム。そしたらあの鈴木康次郎ってピッチャー、あれからマスメディア出なくなっちゃったのあれ嫌なんだってね、やっぱり。そうですね、ああいう記録で、はい、僕は平気ですよね数が吉彦ですからね、数が多いんだよ数が多いんだよそういう時だ。あの時あのやっぱりベンチで見てたの、王さんの。もうほとんどあれですからね、あのベンチ入ってる人間はもう見ないといけないわけですから。で王さん打つだろうと分かってた。いやでももういつか打つだろう、うん、その1週間も2ヶ月も何やすることはないだろう、で10打席のうちで打つではないのかなというようなこう予測がありましたけどね。ただ打ってる王さん自体は焦ってましたよ、ね、あ打たなきゃいかん打たなきゃいかんっていうのはいずれ打てるんだろうね、はい、釘をつけて早く次に行きたいというバージョンになったわけですね。それはもうベンチでも分かってた。いや分かっているんです、言えないですよ。あの長嶋監督も言えない。長嶋さんはもう自分のことだけで精一杯です長嶋さんってやっぱり面白い人だよね。面白いですよ。で今年のジャイアンツ、はい、阿部監督で。そうですね、あのセリーグだけでいうと今あのトレードとか云々っていう、また新人会といろんな形になっておりますけども、その出たり入ったりする選手がどれだけの差が出てるか、ただヤクルトはあんまりいないですよね。あの変わらない。要するにトレードが入ってくるのか、出ていったのがその大学生が、はい、ドラフトで入ってくるのか、ヤクルトはちょっと不明。中日は一生懸命動いてますよね、うんうんうん、中田を取ってみたい、最下位だからな、はい、取ってみたい。で、あと巨人ですよね。だから巨人が出てくるのは出しちゃったんですけど、入ってくるのはどうだろう。そうだね、うん、だからピッチャーがどういう形になるんだろう。で菅野はこれから大丈夫になってくるのかな、うんうん、で菅野が10勝ぐらいな、7勝か10勝ぐらいしなきゃダメだよな。7勝じゃダメ、2桁勝てないと。あそうか。で戸郷がどれだけ頑張るか、戸郷、うん、は15、6勝でしょ、うん、2勝でもしたら菅野代役なるけども、うん、これ戸郷1人を集めたら他のピッチャー足りなくなるんですよ、うん、それで中継ぎが不安定で、なんかと抑えも不安定で、これを阿部君がどういうふうに、はあ、もうこれからのキャンプですから、これをどういうふうに伸ばしていくのか、ペナントが取れないか、ペナントまで行くのが苦しいんじゃないですか、はあ、でも多分サインで入ってくれればおんの字と、うん、それであれを取っていくという、うん、これはサインまで行ったら OB の連中っていうのはもうバンバンなんでしょう、クライマックスに出られればね、はい、
ということはだけど阪神にしても藤浪が抜けて藤浪大リーグで結構良くて初めいなかったですもんね、はい、うん、だからで向こうは今度あれが抜けるよな 山本が、パリーグはね、はい、だから抜けてもちゃんといるんだよね。そうです。そうじゃなきゃチームっていうのは、まあ、まとまらない。これが GM の力だよな、はい、チームの編成っていうのはそういうね、役者でもそうだよ。大学がいい役者がいればいいわけだな。どういうふうに作るかですよね。だからこれキャンプの始まりがどういう形で良い挑んでいけるかどうかっていうのは見ものですね、まあ、ということは二浦久男の案としてはジャイアンツは非常に苦しいシーズンになるだろう、はいはい、俺としてはねもう9連覇を見たんだけれどもあれをもう一回と思うけどとても無理だね。いや頑張ってもらうしかないですよね、はい、そう考えて応援しかないです。でやっぱりジャイアンツが良くないと経済も盛り上がらない、はいね、そうですね。それから一言、まあ、久男は俺のマネージャーを寮母にして、はい、よかったのお前。そうですね、はい、ありがとうございます。寮母に感謝かも、はい、ありがとうございます、ね、はい、お前食い物も着るものも喋り方もね、年江と結婚して変わったってジャイアンツで評判だったよお前。あ、そうですか、うん、グレードアップしたってそれがねやっぱり勝ちにもつながった部分があるんだよ、はい、そうだろ。そうですね。俺もね、はい、あの子は俺のマネージャーやってる時ね風天の寅さんの話が来たんだからじゃあいい奥さんでよかった、はい、じゃあ俊江さんありがとうって言ってあげなさい。いや俊江さんありがとうございます。これからもよろしくって、はい、これからもよろしく、はい、よろしくお願いいたします。愛してますよって。あとどんくらい持つか分かんないですけどとにかく、はい、愛してますよ。もうお前もモテないんだからいいね、はい、というわけで新浦久男さんでございました。ジャイアンツ頑張れよ。マムチャンネル。